何年聴いてもやっぱり新鮮に聞こえるっていう、ね、そう、時を超えるサウンドっていうのは僕はやっぱりね素晴らしいと思いますね、あのビートルズサウンドにしても、はい、ベンチャーサウンドにしても、ある時突然聴いてなんか新鮮に感じたりすることってあるでしょう、はい、それが僕は音楽の素晴らしさだと思うな。そうですよね、はい、あのベンチャーズの皆さんは結成、グループ結成して何年ぐらいになるんですか？ Well, we started out in 1959 and、I guess that's about 35 years。 あの35年グループでやっていくっていうのはとっても難しいところなんですけども、うまくやっていける秘訣というのはどういったところでしょうか？ Secret? Well, I don't know. I wish、I knew that secret.、I guess just we、enjoy the music and we're all good friends。あの加山さんとベンチャーズの出会いっていうのはどういうところからなんですか？あのね、僕がね、あのあるラジオ局でねディスクジョッキーみたいなのやってたんですよ、はい、その時にあの FEN っていう向こうのほら音楽あの流したりする曲があったんだけど、そこであのウォークドントランっていうのをね、パッと聞いてこれはすげえと思って買ってきて、すぐにそのラジオ局でねしょっちゅう毎週かけたの、はい、そしたら日本のその不安っていうか火がついて、ああこれみんな気に入ってってバーッと爆発的に売れ出したんですよ。それで日本中の人がベンチャーズを知ったって、そうそうそう、初めてやったのが今から27年ぐらい前ですよね。ベンチャーズの皆さんは加山さんと一緒に共演してみていかがですか？ Oh, very good. Yeah. Yeah, I remember one time that、before we met Yuso、that、we were in the dressing room and、we hadn't met him yet.He came walking in the room and the girls were in there that were taking care of the,、yeah, of the room. And they, when he walked in, they went... I think they all fainted, so we thought, boy, this guy is popular. I see.
ただいまお聞きした加山さんの曲は28年前、そしてベンチャーズの曲は30年前。